今日は私がいつも家でやってる簡単なストレッチをご紹介したいと思います。はい、私はいつも夜寝る前にこれをやってるんですけども、今マットですけど、ベッドの中でですねやってるんですけれども、太ももの前、ここですね、ここを伸ばすストレッチをご紹介したいと思います。はい、まず最初は片足からやるといいと思います。片膝曲げて片方を伸ばした状態で、前の方が伸びたなと思うところまで体を後ろに倒します。これぐらい伸びたなっていう人はこれでしばらくキープ。そうですね、ゆっくり呼吸しながら10秒、20秒ぐらいで、これでも足りないなと思う人はこのぐらい寝ちゃってもいいと思います。かなりここがね、突っ張る、伸びるっていうところまでやってみてください。では反対も曲げて伸ばしていきます。ここですね、倒して、これね、もうベッドの中でできてしまいますからね。両膝を曲げて伸びたなと思うと